こんばんは、水吉です。本日はですね、韓国関連のニュースをお伝えします。こちらタイトルがですね、低迷続く韓国サムスン、最新スマホに日本の反動は冷ややか、中国ネットでは不満爆発、サムスンが見放されるのは時間の問題ということでですね、こちらレコードチャイナがですね、4月10日に配信してるんですけども、記事を見てみますとですね、2015年4月9日韓国サムスン電子の低迷に中国ネットユーザーが注目しているということで、こちらですね、中国、経済啓蒙はですね、サムスン電子の7日の公表を引用し、同社の2015年会計年度、第一四半期の営業利益が前年同期比の 30% 減の、5兆9000億ウォン、約6500億円で、営業利益が6期連続の減益の見通しと報じたということで、これは韓国経済にとっては、とんでもないことですよね。 30% 減ですからね。で、日本の反応もですね、ニュース番組とかでも流れてましたけども、やっぱり冷ややかですよね。で、日本ではやはり玄関ブームとかですね、韓国製品は危険という報道が流れてまして、サムスンギャラクシーなんか、爆発するということで、結構ネット上でも話題になってますので、まともな日本人の方はですね、買わない方がいいですよね。このサムスンギャラクシー買う人は、在日の人でしょうかね。で、以前ですね、サムスンのギャラクシー S5 をですね、私がいろいろ言ったんですけども、いろいろその動画でですね、発言したんですけども、それをなんていうんですかね、中学生ぐらいの方ですかね、恥というふうに感じたようで、コメントを寄せてましたね。今度高校に、入学したら、サムスンギャラクシーは、やめて日本の国産スマホにしたいとか、なんかいうことを書いてらっしゃいましたんで、日本人は本当に買わないですよね。まともな方っていうのは。知らなかった方は本当に、ヤフオクなりですね。ヤフオクで転売するなり、捨てるなり、いろいろされた方がいいと思いますよね。で、この話題のですね、このサムスンギャラクシー S6 ですね、の画像なんですけども、この、失礼しました。S6 のエッジの方ですね。この右側が、エッジ上のスクリーンになっているのが、ギャラクシー S6 エッジらしいんですけども、これが、結構誤作動を起こすというふうに言ってましたね。中国の方々がですね、エッジスクリーンは使いにくい、間違って触れることが多く、デザインに問題がある。で、いろいろ私も、このサムスンのですね、ギャラクシー S6 のですね、スペックを見てたんですけども、防水性能がなくなっているようですね。ということで、サムスン信者の方々にも受け入れ、がたいものじゃないかなと思いますね。防水がないということは、おそらく、防粉塵機能ですね、ホコリから守る機能とかっていうのもおそらくないと思いますね。日本人は買わないでしょうから、そういうふうに詳しく言う必要もないのかなと思うんですけども、爆発するスマホですからね、韓国製品。日本では売れないでしょうし、世界でも売れないようになっていくんじゃないかなと思いますね。最近は、中国の、ファーウェイとかですね、シャオミとかが頑張ってますので、サムスンは苦戦するだろうなという、予想が有力ですね。私もそうだと思います。ということで、日本人としては、アップルの製品を買ったりですね、ソニーのエクスペリアですね、それを買ったり、庶民の方はですね、中国のですね、メーカーでもいいですよね、ファーウェイとかでもいいですから、今、格安スマホの今、戦国時代と言われてますけども、ファーウェイが、そのスマートフォンを提供したりしてますので、買い替えようとか、スマートフォンを新たに持とうという方はですね、サムスンは、
ギャラクシーはやめておいて他の、メーカーさんのものに、したらいかがじゃないかなと思いますね。まあ間違ってもサムスンとか LG は、買うことはお勧めしませんので、はい、本日はですねこれぐらいにしておきます。どうもありがとうございました。